それでは一旦縮小して全体の画像を見てみたいと思います。このような形で文字が仕上がっています。続いて他の文字も一回見てみたいと思います。レイヤーをタップして一旦今の選択範囲を解除しますので、縦バーの一番上を範囲選択をクリアにしておきます。そして今描いた画像を一旦閉じます。それでは順番に見てみたいと思います。まずは文字を書いたこのような文字ですね。これがいいか、続いて閉じていただいて、次のベタの状態がいいか、このような形です。まあ、このような形の方が合いそうですので、これを少しもう少し右の方を寄せておきたいと思いますので、設定を行います。加工したいレイヤーを選択して、縦バーの上から3番目のボタンを押して動かします。少し回転したい場合はキャンセル文字の左側のボタンをオフにしますと、こう回転しますので、回転して直していただいて OK が出たら完了ボタンを押していきます。続いて元旦のボタンを押してみます。これ自体は比較的いいですが、少し斜めになってますので、これも同じように選択して回転させます。回転して少し縮小して近づけます。で、完了ボタンを押します。このようにして加工したいレイヤーを選択して、縦バーの上から3番目のレイヤーの移動ボタンを押して加工していただくといいかと思います。それでは次にイラストの方に色を塗りたいと思いますので、設定を行います。